京都はすでに軽症者の療養先のホテルにパルスオキシメーターを整備する方針を発表しています。しかし専門家は使用の注意を呼びかけます。医療従事者が患者さんの状態を知るために使うものですから、一般の方がこれを使ってきちんと自分の状態を評価できるかどうかは時には難しいこともあります。厚労省は今回の事例などを受け、軽症者や無症状の人は自宅ではなく医療体制が整った施設での宿泊療養を原則とすることを決めました。緊急事態宣言から半月余り、自粛と経済活動という相反する2つの中で多くの人たちに危機が迫っています。東京商工リサーチがまとめた新型コロナ関連の経営破綻は今日の時点で累計84件、特に今月に入り59件と急増しています。明かりの消えた街、多くの店が休業を余儀なくされています。リーマンショックのことも知ってるんですけど、多分それ以上に少ない島、まあ、もちろん開いてない店とかもあるんですけど、全然通りも暗い、オーストタウンみたいになってませんね。こんなに暗いの初めてです。その暗い影はネオンを支える人たちのもとに。こちら山積みされてるんですけども、これが今一斉にお客様のところから戻ってきたおしぼりで、本来であればお客様のところに納品するおしぼりと。売上は9割以上減ったそうです。洗う前にそのまま放置しておくとカビが生え出したりしますので、その後の納品に備えてやはりまた洗い直さないと。未使用のまま洗い直して消毒を繰り返し、今は来月6日に緊急事態宣言が解除になると願うばかりです。果たしてゴールデンウィーク明けでこれが収束するかっていうのもはっきりしないですね。はい、まあ不安は消えませんけども。どうも並んでいる野菜とかどうなってしまうか。もう全部廃棄です、このまんま。ゴミ捨て場じゃないんですけど、そこに持ってって、腐るのを待つっていう形です。千葉県八街市で農業を営む大月さん、33ヘクタールの畑で小松菜を独自に品種改良した江戸菜や水菜などを栽培しています。主な出荷先は学校給食や飲食店。しかし休校や営業自粛のため野菜の行き場はなく、毎日1トン以上を廃棄する状態となっています。まあしょうがないもあるんですけど、まあちょっと正直言うと作ってる人間が捨てることをするっていうのはちょっと忍びないんですけど。畑は去年の台風15号でも大きな被害を受けました。まあ本申請もできない状態です。もう半年経ちますからね、そろそろちゃんとした形でやりたいんですけど、やっぱりビニールハウス1棟建てても相当のお金がかかるので、固定費もね、かかりますから、で社員の給料もそうですし、ゆうちゃんのことは受けられない状態ですよね。今月の売上は例年と比べ9割減だといいます。この危機を乗り越えるため、大月さんは今日からネットでの販売を始めることにしました。飲食店さんだけに頼ってた部分って非常に強いものですから。折れそうになる心、それを踏みとどめてくれるのが、学校が再開したら給食で美味しい野菜を食べてもらいたいという思いです。
今はそうだな、これを食べてくれてる人たち、ね、料理してくれる人たちが、笑ってあ美味しかったねって言ってもらえるように、ただただ当たり前のように毎日同じことをやるっていうことが大切なのかなって僕は思って、感染はどこまで広がっているのか、大規模な調査が始まりました。交通事故ゼロにする、スバルはドライバーの疲労やストレスを軽減するためにアイサイトツーリングアシストを開発しました。車間距離を保ち、ぶつからないために、車線中央を走行しはみ出さないために、その安心感が事故の可能性を減らします。搭載車種を拡大し、2030年スバルは死亡交通事故ゼロへ。安心と楽しさ、スバル。제거되지 않고 체내에 남아있는 기간이
一緒になって、これ聞いたお酒。
初見知りになる。だからまあほとんど立ちなんですけど、やっぱ志村さんぐらいなんで、その飲み方がすごいっていうか、うん、そのまず寿司屋行って、銀座のクラブ行って、うん、寿司屋戻る。寿司でホステス挟むとか。そうです。
ているニュースをまとめてお伝えします。今日昼過ぎ、長野県で震度4の揺れを観測する地震がありました。松本市役所ですね。今、少し大きな揺れを感じました。机の下に潜り込む松本市の職員。今日午後1時44分ごろ、長野県中部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。今のところ被害は確認されていません。この付近では昨日から地震が相次いでいます。昨日は午前2時半から7時過ぎにかけて5回発生し、松本市の安住地区で最大震度3を観測しました。そして今日も正午前から午後9時ごろまでに14回の地震が確認されています。新型コロナウイルスの感染者数がすでに80万人を超えたアメリカ。さらに夏以降、流行の第2波が来る恐れが指摘されています。これについてトランプ大統領は、しかし、この発言の直後、We will have coronavirus in the fall. I am convinced of that. 会見に同席していた感染症の専門家が、トランプ大統領の発言を全否定したのです。経済の立て直しを急ぐトランプ大統領と、感染の拡大を食い止めたい専門家との温度差が浮き彫りとなりました。政府は今日まとめた4月の月例経済報告で、足元の景気について急速に悪化しており、極めて厳しい状況にあるとの認識を示しました。悪化の表現を使うのはリーマンショック以来およそ11年ぶりです。感染拡大を防ぐための休業要請や外出自粛などを受けて、消費や生産、雇用などが総じて弱くなっています。関係者はこれより低い判断は知る限りないと話しています。肩にムクドリを乗せリスを抱く女性。これは1500年代に書かれた絵画です。それからおよそ500年、肩にはムクドリではなくアヒルの人形、手に抱いているのはリスの置物です。そして頭にタオルをかけ、物憂げな表情をしているのは中年の男性です。実はこの男性、ロンドンにある休館中の美術館ナショナルギャラリーの学芸員です。他の学芸員らも自宅にあるもので名画を再現しています。あまり乗り気ではなさそうですが、ペットの猫も作品に加わったり、うなぎの代わりにエビを持ったり。ナショナルギャラリーはどうすれば皆さんと作品をつなげられるか考えてきた。この面白くシンプルな取り組みによって、再び皆さんが作品に触れることができるとしています。この後は気象情報です。高速道路の見えない構造を映し出す進化した面、届かない高さまで点検できる進化した面、除雪作業を宇宙からアシストする進化した機能、新たな
夫を作るっていうのはすごく似ている。幸せとは何か、孤独とは何か、ロボットを作る中でそんなことを考えるようになった。僕らってずっと何らかの寂しさと付き合っていかなきゃいけない面があると思うんですよね。その一つの究極系が例えば今のリモートワークだったりするわけです。でそれを癒すためにはテレビ電話会議越しの飲み会をやるとかいろんな工夫しますけれども、ロックダウンしたニューヨークではひよこを育ててる人がいるって聞きますけれども、自分が何かに求められて何かをケアする、心の安定を獲得していくというのは何かを愛することなんじゃないかなと思うんですよね。今ロボットにできることは何か。ロボットって人の代わりに仕事をするというのが期待されがちなんですけれども、それぞれのパーソナルコーチのように人をサポートしていくのがいいんじゃないかなと。ロボットのようなものがいると気持ちが安定する、生活が安定する。ゆっくり見るといいです。 YouTube のスピードが下がってます。この番組が人は無限のエネルギー、出光昭和チェルの提供でお送りしました。私の住む町には出光の人がいる。少し怖い？いや、優しいかも。何をする人たちなのってお母さんに聞いてみたら、案外いろいろやってるのよ、だって。再生可能エネルギーから暮らしに役立つ新素材まで、新しいことを次々と。出光昭和シェル。20年の集大成、新生茶。まだ味わってないなんてもったいない。新型コロナウイルスの感染が広がる中、人の密集が問題となっているのがこちら、スーパーです。このスーパーでの密集を防ぐため、今日東京都の小池知事は、買い物は3日に1回
日から連休明けの5月6日までをステイホーム週間と名付けました。命を守るステイホーム週間といたします。都民の皆様も湘南はじめとする観光地、特に都内の観光地には行かないように。東京都は今日、連休明けの5月6日までを命を守るステイホーム週間と名付け、外出を一層控えるよう都民に呼びかけます。今日、新型コロナウイルスへの感染が明らかになったのは東京都で134人。これまで3500人以上が感染するなど予断を許さない状況は続いています。さらに小池知事は、都民の皆様方には毎日の買い物をですね、ぜひ3日に1回ぐらいに控えていただきたい、変えていただきたい。食料品など十分な供給はされていることをご存知の通りでありますので、だからといって急にまた買い出しに、ダッシュしていく、買い占めるなどということは、ぜひお避けいただきたい。墨田区の商店街にあるスーパーでは、客にマスクをつけてと呼びかける告知や、混雑時に入店を規制するなど、さまざまな対策をとっています。しかし、こちらは今月7日の様子。レジの前に列ができ、密集、密室、密接の3密状態になっていました。東京都からの買い物は3日に1回という呼びかけについては、守るとはなるじゃないですか。今まで100人中100人来た人が70人ぐらい、3割が守れるね、お客さんが。だからそれはいいと思います。ただ守るかどうか水まで決めることじゃなかったので、3日に一度頑張ればできます。やむを得ないのかなと思いますので、皆さんがそうやって少しでもできることをやっぱりやっていけば、やっぱりいい方向に行くんであれば、その辺は全然問題はないかな。東京都は行動自粛によって人手が増えている商店街についても対応策を検討。商店街の加盟店が一体となって自主休業などを行った場合に奨励金を交付することを明らかにしました。商店街と並んで自粛の中人が集まっているとの指摘が出ていた公園。調布市では今日、滑り台やブランコなどの遊具に使用禁止のテープを貼る作業を実施しました。子供も思わず、だって入れなくなったじゃん、間違えてもらっちゃった時はあるんだよ。間違えてもらっちゃった時降りれなくなっちゃっちゃう。調布市は180箇所の公園の全ての遊具を来月6日まで使用禁止にします。緊急事態宣言が出された後も多くの方々が公園に来られ、密集密接の集まっている、で接触感染の恐れもある。東京都内では荒川区や中野区、文京区など親子連れの姿が目立つ公園では遊具禁止の動きが広がっています。また東京都では高尾山のケーブルカーの運休や都立公園の駐車場の閉鎖などを実施します。さらに政府は今日、大型連休中の人の移動を抑えるため行楽目的の宿泊施設や遊覧船などを事業継続が求められる対象ではないと発表。宿泊事業者に対して営業の自粛も含めた適切な協力について各都道府県知事には適切に対応をいただきたい。自治体に対し休業への協力を要請するよう通達しました。一方、自治体による営業時間の短縮などの要請で厳しい状況の外食チェーン、マクドナルドは13都道府県のおよそ1900店舗で店内での飲食を中止し、テイクアウトのみの販売にするなど対応を迫られています。そんな中、回転寿司チェーンで新たな動きが。
間違えた。使い方はインターネットで事前に会員登録し、クレジットカード情報などを入れ、店舗や好きな寿司を選んで決済すれば、あとは指定した時間に受け取りに来るだけ。メールに添付されている QR コードが鍵の代わりです。電話やファックスで持ち帰りの注文も自動生産機を使うことで利用可能です。都心での導入は2店舗目で、テイクアウト需要が高まる中、今後この非接触型のロッカーを増やしていく方針です。今年はですね、去年の約3倍くらいの機会が増えております。お客様のキャンパとか見させていただきまして、まあ、順次全国に展開していけたらと思っております。町の飲食店でもテイクアウトや出前に活路を見出そうとしています。東京赤羽にある串焼きが売りのこちらの店、東京都の休業要請後、営業時間を前倒しして午後8時までにしましたが、外出自粛で客が激減し、売り上げは例年の5分の1以下に落ち込んでいます。全然違うよ、真っ暗すぎて、35年前とかそんな感じや。本当普通の商店街だったので、7時、8時はみんな閉まるわけじゃん、飲み屋じゃないから。そんな感じですよね、今。そこで先週から始めたのは、赤羽出前だ。配達スタッフを雇う余裕や、代行サービスを使う余裕がない店も多いため、商店街の飲食店6店が一致団結して始めた自前のデリバリーです。各店舗テイクアウトはやってましたけど、ちょっとだけ人が出なくなっちゃうと、一段あたりとか多く入っちゃうとわざわざ買いに来てくれないんで、でしたらこっちから買ってもらうように行った方がいいじゃないですか。注文は篠原さんの店でまとめて受け付け、各店にはスマホのメッセージアプリで連絡。料理が出来上がったら篠原さんや店のスタッフに受け取り配達します。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。配達範囲を JR 赤羽駅から半径1キロほどに絞ることで、温かいうちに料理を届けられ、自分たちで配達する分料金を抑えられるといいます。東京都も新たにデリバリーを始めた飲食店に最大100万円を助成する受付を今日から始めました。こうした私本当に離婚したいんだ。みんな退職後の夫捨ててスースーしてみたの。シリアスな作品からコメディまで、幅広い役を演じる女優として活躍してきた向井さん。1972年テレビドラマ「おびつ」でデビュー。その後大江戸捜査網、天まで届けなど多くの作品に出演しました。転機となったのはレギュラー出演した NHK の連想ゲーム。この番組で幅広い世代に親しまれると、1983年には共演していた俳優の大和田漠さんと結婚しました。大体もう中身ね、もう飽きのこない一緒にいてとても楽しい。プロポーズをね、はい、どういう言葉でどういうふうに申し込んで、向井さんからどういう出来上がったか、具体的に結婚しようと。最初に言ってきたのが、わあ、平凡ねって言われたのが最初なんですね。でも、平凡の方がね、あのドラマのセリフ聞いてるみたいになって、私も今から思えば印象で、それでね、二人はおしどり夫婦として話題となりました。ドラマだけでなく、スタジオジブリの映画、猫の恩返しでは、声優にも
するなど幅広く活動していた岡井さん。おはようございます。始まりました第1回花丸マーケット。そして長年活躍したのがタレントの薬丸裕英さんとコンビを組んだ生活情報番組花丸マーケットです。17年間司会を務めるなど朝の顔として多くの人に親しまれました。毎日花丸という教室で視聴者という先生方に教えられて毎日楽しく授業しております。また岡江さんと同じく娘の美穂さんが女優として活動、バラエティ番組に一緒に出演し家族のエピソードについて語っていました。孫がね、よく白く生まれてくれた。そうですよ、黒いでしょ。パパに言ったからすごい可愛いのでしょ。生まれるっていうその日に病院に来てくれて、でも本当に本当のあと2時間3時間で生まれるって言ってたので、緊張苦しい時に母の第一声が何時に生まれるのって、あんまりにも気にするんですよ。なんでって言ったら2時からヨガ入れちゃったからまとめて食べたいので、もう最後に食べたいので、夫、大和田漠さんとの夫婦生活については、一緒に食べますから、好きなものを食べるし、僕ちゃん、昼も、夜は一緒にご飯食べに行って、スタートも大事です。一人お互いにやるし、僕はどっちか暇の方がやるし、いい適所、全然いい。最後、ケチじゃなくても、ケチじゃなくても、ケチじゃなくても、こっからまとめていきたいですね。ドラマやバラエティ、そして情報番組と長年にわたり放送界で活躍したことが認められ、2007年には放送ウィズマン賞を受賞していました。発熱からわずか3日で容体が急変したという岡江さん。専門家は非常に病原の進行が早いということにまず驚きました。集中治療を受けたにもかかわらず残念ながら助けられなかったというのはですね、急変した時点でかなり、その肺炎を進行していたんだろうというふうに推測します。がんの専門家は